カンナノリカズは、日本の海軍軍人、政治家。衆議院議員、平沼内閣内務政務次官。最終階級は、海軍少将。海軍兵学校27期卒。沖縄県出身。大正年間に、当時の皇太子の欧州留学の際、お飯官、香取の官長を務めたことで知られる。退役後は、地元の沖縄県から選出され、衆議院議員となった。 戦前最後の沖縄県選出議員の一人である。1877年、神奈謙信、音野長男として、琉球国那覇西村に生まれる。先祖は、福州との貿易に従事していた。1892年、沖縄県人上中学校に入学。同期に、伊波フユがいる。1895年4月に連合艦隊機関、松島が、那覇沖に闘病した際、 佐野常は少尉と出会い、これが海軍へ進むきっかけとなる、同年11月、尋常中学校ストライキ事件が発生。首謀者の一人と目され、退学処分された。1896年11月、海軍兵学校へ入校。沖縄県出身者として、初、赤地は123名中、4番の成績であった。1899年12月、 海軍兵学校を卒業。卒業者113名中、3番の成績で、恩師の双眼鏡が授与された。1900年7月約6ヶ月の遠洋公会を終え、横須賀に寄港。橋立て乗組となる。その後、今後、岩手の公会長を務める。1905年、第3戦隊所属の巡洋艦、音羽に乗り組み日本海海戦に参加。 1906年、海大仏主学生を終え、翌年、海大公開実専修学生を主席で卒業、恩師の銀時計を歌詞される。その後、兵学校教官権幹事を命ぜられ、35期から38期までを教える。この生徒の中に、名雲忠和などがいた。1909年、宗や麻生二冠の練習艦隊で、 期間、宗谷の公会長兼指導教官として参加、北、太平洋を公開する。1910年、少佐に進み、海大公主学生となる。その頃、正代公爵の五女政子と結婚する。1914年海軍軍令部参謀県海軍、大学校教官となり、間もなく、中佐に進級。同年、第一次世界大戦が勃発。この頃教えた、 公衆学生の中には、山本五十六などがいた。1916年5月、大戦下の欧州視察を命ぜられ、約11ヶ月を費やして、ロシア、スウェーデン、イギリス、フランス、イタリア、スイス、アメリカの7カ国をつぶさに視察。大正6年12月、津島艦長に干せられる。大正7年、大佐に進級し、同年12月、 軍令部参謀に干せられる。前列左端がカンナ隣は、皇太子時代の昭和天皇1920年10月、香取館長に干せられる。1921年3月3日から9月3日まで、お召し館、香取館長として、皇太子の欧州遊学に随行。同年12月、不相館長に干せられる。1922年12月、伊勢館長に干せられる。 1923年12月、海軍少将に昇進と同時に、横須賀防備隊司令に補せられる。1924年12月軍令部出資となる。1925年8月、大名となり、12月に予備役編入となる。48歳での予備役編入を聞き交代しは、なぜ、カンナが、そんなに早く予備役になるのかと漏らしたという。海軍を退役後、 沖縄の共闘の熱烈な混成により、政界への進出を決意。1928年、沖縄県から衆議院議員に立候補して当選し、以後当選5回、金属10年に及んだ。5回のうち4回は最高得票であった。1939年1月19日、平沼内閣内務政務次官に任せられる。百四十二年の選挙遊説中、妻が、 過労による脳卒中で倒れる。妻は一命は取り留めたものの半身不随となる。1945年衆議院議長候補に議せられる。4月、米軍は沖縄本島に上陸。6月14日、オロくにあった海軍部隊は全滅。翌15日、与内海将に招かれ、6月6日付、沖縄方面根拠地帯司令官を撃た。 実証証からの決別伝文を見せられる。カンナは、肩を震わせて、おえつをこらえていたという。敗戦後、帝国議会で、沖縄県民の公民権停止が論ぜられた際に、反対の論人を張ったのは、カンナ一人だけであった。1946年1月、公職追放令により失職。1949年、この頃から、嫌な咳をするようになり、 翌年には吐血するようになった。診察を受けたところ、肺がんと診断された。1950年東京都にて死去。73歳。ありがとうございます。